つて対馬の振ることを記した。こたびは人知れぬ戦いを語らん。残虐で恐ろしき変化が民を脅かしておる。助けを乞う者の声に導かれ、クロードが冥府よりよみがえる。猛虎は菰田の浜に降り立ちし時、恐ろしき鬼どもをあまた島へと解き放った。鬼は情けすら持たず人を喰らう化け物。しかして対馬のクロードたちが立ち上がる。クロードは一人のみというものもあるが、まことは四人なり。一人目は侍と号するクロード。誉れ、一族、故郷のため刃を振るう強者だ。クロードは恐れを知らず、いかなる苦境にも立ち向かう。そして守り、これを知らねば戦には勝てぬ。防ぐことのできぬ攻撃もあるが、動きを見極めて回避すれば恐れることはない。クロードが扱う暗具の一つは敵の動きを止める苦内。槍が相手であろうと鍛錬を積めば破れることはない。神の癒しを得るべくクロードは太鼓を打ち鳴らした。
侍は太刀をより城にして神の力を借り受けることで相手の命を吸い取れるようになる。侍の道を極めれば目にも止まらぬ勢いで敵を切り伏せられよう。八幡の怒り。クロードであろうと勝利の喜びはひとしおだ。だが思いは言葉ではなく仕草で表す。侍にとっての宝は誉れ、そして主。こうした勇ましき者の英雄譚は後の世まで語り継がれることだろう。弓取りは弓を得意とするクロード。遠く離れたところより狙いすました一本の矢で鬼を成敗する。クロードは人知をはるかに超える技を持つと信じられている。五感を研ぎ澄ますことで遠くから敵の居所を探ることができると。ひとたび高いところを制すれば容赦なく敵の頭上に矢の雨を降らせられよう。敵のむくろから道具が手に入ることもある。クロードは尋常ならざる速さで崖を登ることすらできる。戦の最中では島中の百姓も武家もクロードの働きに望みをかけている。そして貢ぎ物を置く者も現れた。弓取りはさまざまな矢を使い分け敵を仕留めることができる。例えば鎧をうがつ鋭い矢、そして火の神の力が込められた不思議な矢。まだ見つかってない。さらに竹三日土が作ったという矢には敵をしびれさせる力がある。自慢の弓だよ。心を澄ますと敵の頭へと飛び立つ何本もの矢を一度に放てる。
遠くから狙いすます弓取りと異なり、刺客は音もなく敵に忍び寄り、瞬く間に命を摘み取る。刺客はさながら夜の影、誉れを行く道を捨て敵を欺く怨行を身につけた。クロードは草むらに身を隠し、姿を見せるのは敵を葬る時のみ。背後から近づき、囁くがごとく静かに命を奪う。屋根から屋根へと素早く移り、蛮兵の目をかいくぐる。鍵縄を用いて軽やかに飛ぶ様は風に運ばれているかのようだ。綱のような細い足場すら難なく渡ってしまう。全ては一つの手落ちもなく、狙った者に確かな死を届けるため。刺客の特技は姿を消して目には見えぬ霊魂となり、瞬く間に敵を闇討ちすることだ。そして奥義は闇に身を潜める死の神となること。雷のごとき速さで敵を切り捨てる。闇ガラス、その場にあるものを生かし隠れ殺めるという兵術を編み出したことで畏敬の念を集めている。そして最後のクロードも他に劣らぬ働きを成したる勇者。対馬の民と少量のため太刀を振るった浪人だ。浪人は味方の傷を癒し、さらには死者を蘇らせたという。クロードたちは仲間と力を合わせ、多くを語らず策を練る。来い。こっち。仲間が倒れたとて決して捨ておいてはならない。傷を癒せば再び立ち上がるからだ。大事な地に印をつければ仲間もたどりやすくなるだろう。浪人は獣の式神を呼び出して加勢を命じられる。武具を構えろ。
浪人に主はおらずとも孤独に戦うわけではない。倒れた者がいれば不思議な力で傷を癒す。イザナミの命、クロードは力を合わせ故郷を脅かす魍魎に立ち向かう。蒙古の勢が海と浜とを踏みにじる音に鬼が目を覚まし、対馬の村々を襲った。山からはあやかしが下り、古の墓所からは恐るべき怨霊が蘇る。対馬はかつてないほど英雄を求めた。さあわしの語りを聞いてくれ。後の世にこの話を伝えるために、知られざるクロードの忌憚を。対馬を守ったクロードの話、お聞きください。どの伝承に惹かれますかな？